くらしい。やなくていいかなだけど、それが出てきて、可能性が出てきたしっこいきます、いってきます、お願いします。はい、大丈夫です、ヘルメット行ってまいります、バイバーイ、つけて、やばけー、今までお金使えるのに2週間前にはどこかがそうみたいな一括強いね中間2位だよ、頑張って、風間選手、全日本選手権個人追記お疲れ様でした。お疲れ様でした、ありがとうございました。まあ、第1ウェーブ2位で、まあ、いい感じで走れて、はい、まあ、最終的に、まあ、暫定7位、8位で8位ですね、はい、ということで、はい、自分の走りを振り返ってどうでしたでしょうか。まあ、そうですね、3周ある中で1周目を17分台でまとめて、まあ、その走れればいけるかなと思って、まあ、入りは良かったんですけど、結局、まあ、第1ウェーブかでは、まあ、2位で良かったかなと思ったんですけど、第2ウェーブのみんながすごい速くてびっくりしましたねまあでも強い選手の中で、まあ、この順位っていうのをある程度自分の中でも満足できる部分あったりしますか。そうですね、初めての全日本タイムトライアル選手権だったんで、まあ、強い選手の中でもうトップ10に入れたのは自分の中では評価してもいいかなという部分と、まあ、でも悔しい部分もありますね、半々です。まあ、あさって、まあ、ロードレースもあるんで、まあ、チームとして戦っていくことになると思うんですけども、はい、どんな走りをしたいですか。そうですね、まあ、監督も合宿の時から今僕らのチームで今一番ずば抜けてこう輝ける選手っていうのがいない中で誰にでもチャンスがあるっていうのを合宿の時からずっと言っていたんで、まあ、誰でもチャンスがある中でみんなでこう協力しながら一番を取れるように先輩たちとかチームメイトの動きをしっかり見ながら他のチームの動きにもしっかり対応していい走りができるようにこれからあと調整してまた頑張っていきたいと思います。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、